それでは、うん、首都宇宙人投票に現れる現れ投票権宇宙人にも投票権はあるんだよ。参政権がまさか地球外にもあったとは。民主主義で今民主主義今もう全身脱力してしまった。今タイトル聞いた瞬間なぜか力が抜けてしまったよ。私は投票権があるのね。あれ尻に火がついてるぞ。投票に現れちゃったか。あ、投票権があるとは言ってない。マジェスティックの操り人形をやったみたいや。あ、あ、死んだの。大統領が一挙と嘘ついて戦争を始めるための法律を無理やり通そうとしてるようだ。まだしてるかもしれない。投票にやってくる議員を一人も議事堂を入れたらあかんぞ。投票させない戦いか。任せてくれよ。一回やってみたかった。投票するね。中に入れるな。なるほど。さあ、どうする。いっぱいいるけど、全員入れない。全員入れない。一人も。一人入れたら、そいつが勝っちゃうからね。そうだよ、ね。一票も入れさせない。一人も通すんやないぞ。OK です。かわいそうだな。この人たちはただ投票に来ただけなのに、こんな骨になるとは、想定してはいまいという。かわいそう。全員ね。一人入れたらあかんで。マジェスティックも。気をつけろ。わしの軍隊探知装置が軍隊を探知したで。わかりやすいね、みんな。確かに。そのまま考えるのめんどくさかった。マジか。え、入り口は1個なのかな。はい、とりあえずここに来る人間はもう誰一人。あ、このピンクの光に触れさせなければいいの。はい、この、うん、右の方にはこの20分の0ってやつですね。これが0になったら俺です。今こうやって走ってきてますね。あ、なるほどね。こいつらが投票権を持ってるので、そんなことは俺が許さない。命がけで何としても命と引き換えてでも投票するんだっていう、これは下側に回り込みよったで。勝手口から入り込むつもりや。何投票、いろんな場所がある。おい、まずくね、これ難しいぞ今回。大丈夫か、間に合うか。あちこち見ながらね、うん、20。君は何どこの声表彰するんだい。あれか、20を1にしちゃいけないのかな。随分と数だな。20にしちゃダメ。20にしちゃダメ。君たちはどこに投票するんだ。行ってごらん。代わりに投票しといてあげるからって。代理投票。20丸ぐらいにしちゃうけど。名前4個ぐらい書いといてあげるからって。候補者全員に名前書いてある。今度はメインゲートから入るつもりや。なに、あ、一応教えてくれるのね、博士が。どこに人が多いか。ここにもいるの、ちょっとあいつを消したら。まずいね。ない。今度はさらに数が増えとるね。ピンクが近づいてない、前に。階段の上にあったのに。いや、あそこに移動してくれてもらう。あ、議員よ。あ、ここにね。みんな早く投票して。もう少しの辛抱や。投票はもうすぐ終わる。あ、そう、時間がね。あ、時間が。君たちよく来てくれたね。これ見てくれ。はい、皆さん、投票場所はこちらです。この赤い点を見てくれないか。私にいい考えがある。効率よく投票できるから、こうすればって。さあ、みんな、これ20にしちゃいけないんだね。はい、19票までは入っていいってこと。そう、そこは多分、あ、もみ消すんだ。急作措置が。なるほど、急作措置が。さすがさすがに。どうした、涙。一方的に蹂躙するかいね。ひどいね。お前に向こうてくるで。あ、いや、まあ来たわ。なんやで、お前も投票したいんか。AI にも投票権あるかも、アメリカだったら。進んでるからな。お前も投票したいんか。民主主義の鏡ですよ。俺が代わりに投票してる。お前らに投票したら。そう、候補者が。大変だな、俺、命がけだよ。結構100人はやってるんじゃないか、これ。こんなんなっても投票したがるやつな。待って。あー、1票やられた。やるな。これ、こいつが入った1票で決まっちゃうから。もう一人ぐらい投票させといて、票割れさせようよ。同票だったら多分もう一回することになるから、一票はまずいんじゃないか。よっしゃー。あ、たった今投票。あー、やべえ。これであの法律は早いや。決まっちゃったよ。この一票で決まったんじゃないか、これ。のことやから、国会を即解散して、もう一回通そうとするかもしれへんが、あ、もう一回、ま、とりあえずは OK や。あ、とりあえず OK。あー、仮にこの人がゴロに入れたらゴロに決まったっていう。やったぜ。大虐殺。あー、大丈夫か、ひな。あ、生きてることになってるのか、うん、いや、生きてるんだって。生きてるのかな。じゃあ、ね、我々も命がけで投票に行きますか。ああ、それではデスローイ。すっげーな、おい、かわいそう。あー、この人も、あたいは投票に行くのよ。